はい、こちらはお正月用にと思って年末に寄せ植えを作ったものです。ハボタンがね、今2月15日ですけど、ハボタンこういう状態でまだまだ持ちますね。で、これがシクラメン、花がね、つばみはここにちょっとまだありますね。これがジュリアン、これは何だったかなおめでたい、南天か、南天です。で、このこれとは違うハボタンで、11月に切り花で飾っていたハボタンの茎をね、長かったので切って土に刺しておいたんですけれども、それがなんとね、根がついて葉っぱ出てきてるんです。見てくださいね。はい、こちらになります。ここにね、たくさん他のものも刺してたんですけど、まあ、卒業したり、根付かなかったりなんですけど、この子だけね、ハボタンの茎をいくつかに分断してね、刺しておいたらつきました。これ生命力がね、すごいなと思った一枚ですね。で、これさっきのラベンダーね、ここに刺してつくかなと思ったんですけど、どうかな。今から水やりしますね。で、この子はね、なんて言ってたかな、ヘリクリサムカレープラント、ハーブです。これはね、ちょっとこの夏しっかり育てようと思って、で、なかなかね、あんまり園芸店でも見かけないので、たまたま見かけたから欲しかったので、前もってね、欲しかったので購入しました。カレーの香りがします。この葉っぱからカレーの匂いがします興味のある方はちょっとね、園芸店見てみてください。ハーブですね。年末に寄せ植えを作った5日ですけど、ハボタンこういう状態でまだまだ持ちの違うハボタンで、11月に茎をね、長かったので見てくださいね。